僕は今16歳でオーストリア16歳あ今16歳なんですけどオーストリアのウィーンで音楽を勉強しているんですが僕は作曲をしているんですね作曲家になりたいと、はい、作曲家にもなりたいと思っているんですが、はい、そこで、物を作るという観点から考えたときにもともと物を今作っている時点から、世界の何十億人に向けて作った方がいいのかそれともまずは自分がどう思うかということを第一に考えてまずは作るどちらが1個だけまず最初に言います、はい、ウィーンで音楽を作ってらっしゃる16歳に僕は言うべきことは1個もございません、まずこれはまずこれは第一ですまずこれは第一ですあもう第一にあなたに勝てるものは1個もございませんあなたは天才ですっていうのを置いた上できっとお若いのでっていうただ年齢が上なだけしか勝ってるものはないと思うので言わさせてもらうと今のこの考えをずっと持ってるだけでいいと思います。きっと人に届くって物質じゃないので音楽は例えばボリュームの大小だったりとかそのどこで流れるかっていう場所だったりとかによって全然違うと思うんですね、はい、素晴らしいウィーンのそのなんかホールで流れる音楽と分かんないけど露天商がイヤリング売ってる横でちっちゃいスピーカーになってる音と同じ音楽でもやっぱり与えられる印象は違うのでそれはまたいろいろあると思うんですけどその考え方って実は結構な年数しないといかないところなんですよ。そうですか。そうなんですよ。だからまず自分は天才だと思ってくださいまずはこれ大事なんです。天才だと思ってなめくさってください。でなめくさって一旦ぶちのまされてください。もうなめくさっていくんだけどもぶちのまされる時が来るんですよ。自分よりも天才がどんどん現れてくるんですよ。でもうまずはね負けるっていう行為がすごい重要になってくるんですよ、はい、そのぶちのまされる前はまず何かアクションを起こさないとってことは作品作ればいいです。それを公開する公開してください。でどんどん聞かせてください。で今こうインターネットももちろんありますけどやっぱりねライブとか、はい、あとは人に演奏を聞かせる、はい、僕5人でいいと思います。僕らそのソコロケアラインの初期客いなかったんでカラオケボックス行って、はい、そのカラオケボックスと掛け合ってちょっとコントやらせてくださいってコンコンつって失礼しますってコントいかがですかってやったんですよ。小田急相模原のチャームっていうカラオケボックスですけど、ね、でそこでコンコンって行って見てもらってで受けた受けないをやってチェックしてっていうのをまずやったんです。つまり意外とね自分が思ってるほど人って、ね、そのものに対してねそのさっきも言ったように興味がなくてやっぱり多人数の人がいっぱい聞いてで修正人の意見を一意見偉い人も普通の人も一意見です一票としておられます。その一票で票数の中で変えていくで最終的にはその道の人間にもやってもらう。それに行くまではもう自分の一番したいことをフルスイングで。僕も日本に帰った時に実はコンサートとかちょっとやったりとか、うん、やってんの、はい、無視でチラシこんなチラシがあるんですけど、はい、あ、君宣伝できたのすいません名前小島響きっていうの。はい、はい、小島響きと言います。でも大島くんすごいこの小島ですあ、そうか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 ありがとうございます。そういうことね。すごいね。7月29、キンキンだね。今回は僕の地元の群馬でコンサートをやるんですけど、いいじゃん。素晴らしい。夏の冬にはそういうコンサートもやってるので。すごい。すごくないですか。なんか賞は取ったんですか。なんか。はい、少し前なんですけど、小学5年生の時にイタリアのコンクールで3つ金を取ってますね。分かった。次3人で対談しよう。ぜひ嬉しいです。いや岡部さん、小坂、ね、小島君で。あれですか、ピアノで世界で1位とか、他にもすげえやついっぱいいるなってやっぱ思う。はい、今の時代やっぱりコンサートピアニストで食べていくっていうのは本当に難しいことなので、難しいだろうね。とか映画音楽などにも僕とても興味があったりとか、ジャズ音楽も好きなので、あとその例えばたくさん の AI だとかテクノロジーとかも生かしつつ新しいことを発信していけたらなということを思っているので。あ、そう。はい、今回本当に勉強したいと思ってきました。すごいのが来ましたね。すごいですね、
あ、後からホームページ見に行くわ。ホームページできるだけ早く作るのでね。あ、ホームページ作った方がいいよ。わかりました。ホームページ作ってツイッターも開設して、うん、全部やった方がいい。あと YouTube、 YouTube も全部やった方がいい。全部やった方がいい。わかりました、うん、で顔も可愛いんだからスタイリストとかも つけた方がいいと思うよ。見た目大事だから。あと変な女騙されるなよ。ありがとうございます。